この話は、2013年の8月頭くらいの話。じいちゃんの四十九日のために行った先での出来事だから、おそらくそのあたりだ。その日はクソ暑かった。休日だったその日は、朝からじいちゃんの法要のために、親父と母さんと妹で、母さんの故郷に来ていたんだ。結構田舎で、周りは山とか田んぼがあるような場所で、じいちゃんが亡くなる前は長期休暇の旅に来ていた。無事に法要終わってじいちゃん家で集まった親戚たちと団らんしていたんだが、〇〇は大学は行くのか？やら、彼女はいるのか？やら。よくあるどうでもいい質問攻めに、いい加減面倒くさくなっていた。正直外はめちゃくちゃ暑かったが、俺はなんとかこの状況から抜け出したかったし、ちょっと行きたいところがあったから、一人で出かけたんだ。そこはじいちゃんが昔よく連れて行ってくれてた公園。と言っても遊具もなく、ベンチと小さな木のテーブルがあるだけの広場みたいなところ。周りには木が茂っていて、昼を過ぎると日があまり当たらないようなところだ。それ以外の周りは田んぼで、そこだけやたら木があるって感じ。案の定誰もいない広場で、俺はそのベンチに座ってぼーっとしてた。木陰になってて、ちょうど気持ちいい風が来る。セミの声と、さわさわって葉っぱが揺れる音しかしない。じいちゃんっ子だった俺は、だんだん昔のこととか思い出して、恥ずかしながらその場でちょっと泣いてた。しばらく泣いて落ち着いたから、そろそろ帰るか、と立ち上がった。すると、立ちくらみのようにぐわんぐわんと目の前が揺れた。ああ、立ちくらみやあ。って思いながら、もう一回座って収まるのを待った。そして、しばらくして収まったからまた立ち上がった。やはり、目の前がぐわんぐわん揺れている。あれ？やばい。何これ？耳が、キーンってなってて、さっきまで聞こえていたセミの声や風の音が全くしない。どんどん立ちくらみがひどくなってきて、頭の中が白くなっていく。ああ、俺、倒れるなあ。そんな風に、冷静に考えてたのを、覚えている。目が覚めたら、暗くなっていた。はっとして、早く帰らないと心配するだろうと思い、急いで帰ろうと立ち上がった。すぐに異変に気づいた。何かおかしい。確かに暗いのに、周りが見えるんだよ。結構な田舎だからさ、街灯もほぼないわけ。だから夜になって真っ暗ならそんなところで何も見えないはずなのに、地面が見える。昼なのに、空だけが暗い感じ。言葉にするのが難しいんだけど。何これ気持ち悪い。その時は何が起こってるかわからなくて、とにかく家に向かって走ったんだよ。でも、やっぱりおかしいんだ。広場はじいちゃん家から15分くらいの場所で、道なんか一本道に等しい。なのに、戻る途中、見覚えのない道や家が建っていたり、あったはずの建物がなかったりするんだ。覚えている道や家もある。だから、間違いじゃないはずなんだ。これはいよいよ自分の頭がおかしくなったのか、と泣きそうになりながら走った。家がなかったらどうしよう。と思っていた。だが、そこにじいちゃん家はあった。俺は心底安心して家に入ろうとしたが、鍵がかかっていた。混乱している俺は、俺や、開けてくれ、みたいなことを叫びながら、呼び鈴を押しまくっていたと思う。玄関のすりガラス越しに誰かが出てくる気配がして、心底ほっとした。やっと玄関が開いて、人が出てきた。じいちゃん、だった。ここで俺完全に思考停止。声が出ないって、本当にあるんだね。え？何？じいちゃん？は？なんで？本当に疑問符しか浮かばなかった。ありえないありえない。だってじいちゃんが死んだから法要のために来たのに。言葉をなくして立ち尽くしている俺を。
じいちゃんも驚いたような顔で見つめている。じいちゃんが口を開いて何かを言ったんだけど、全然聞き取れないの。声は確かにじいちゃんなのに、ふにゃふにゃ言ってるようにしか聞こえない。わけがわからず突っ立っている俺の肩を掴んで、またふにゃふにゃ言うじいちゃん。我に返った俺は、あんなにじいちゃんに会いたがっていたくせに、急に怖くなって、悲鳴を上げて、その手を振りほどいて逃げた。めちゃくちゃ走って、もう走れないと思い立ち止まった時、ここでやっと携帯の存在を思い出して、とりあえず母さんに電話した。そしたら、母さんが出た。でも、やっぱり言葉を聞き取ることができない。もごもごふにゃふにゃとわけのわからないことばかりを言う。もう何がなんだかわからなくて。なんやねん。わけわからんわ。って叫びつつ携帯を切った。その後、何度か母さんから着信があったが、出なかった。どうせ何を言ってるかわからない。自分が急に一人ぼっちになった気がして、行くあてもなくさまよった。見覚えのある場所とそうでない場所が混在していて、どうしたらいいかわからなかった。だけど、頼れる場所といえば、もう警察しかないと思った。自分の記憶にある交番まで向かった。なんとか少し迷いながらも、交番までたどり着いた。この頃には少し冷静になっていて、周りの状況が把握できつつあった。まず、言語はやはり家族以外も違った。看板などに書いてある言葉、というか文字の羅列が俺には全く理解できなかったし、読めなかった。漢字や記号、カタカナが使われていたと思うが、文字化けしたように意味不明な文字の羅列だった。軽平明祖明英みたいな感じ、文字は適当、で、よく見る漢字と、日本じゃほとんど見たことがないような漢字が使われていたように思う。交番について、外から覗くと警察官が一人暇そうにしていた。俺は少しだけ安心して中に入った。すいません。あの、そう言うと警察官は少し驚いたような顔をして、俺を見つめた。そして何かを聞いてるような感じで話し出したんだけど、やっぱりわからない。本当に、外国に一人取り残された気分だった。言葉も通じない。今までの記憶も当てにならない。急に心細くなってしまって、いい歳して警察官の前でワンワン泣いてしまった。警察官はすごく焦ってたが、やがて紙とペンを渡された。何を書いたらいいかわからなかったが、とにかく自分の名前を書いて自分を指さし、伝わっているかわからないが、これが俺の名前である、とジェスチャーで伝えた。俺の書いた言葉はわからないようだったけど、なんとなく理解してくれたようで、警察官はどこかに電話をかけ出した。もう自分がどうなるのか、俺の知ってる家族の元に帰れるのか、そんなことばかり考えていた。警察官は電話が終わると、俺に向かってここで待ってろ的なジェスチャーをして、奥の部屋に行ってしまった。しばらくすると、警察官がお茶とお菓子を持ってきてくれた。和菓子みたいな、見たことないものだったけど、美味しかった。まあ、何度か話しかけられたが言葉も通じないので、特に何もすることなくぼーっとしていたんだけど、2時間くらい経って誰かが入ってきた。スーツ姿でメガネをかけていて、身長の高い、なんだかちょっと怖そうな人だった。警察官と2人で話した後、俺の腕を少し強引に引っ張って、交番から連れ出した。交番の前に止めてあった紺色の車に俺を乗せると、その男はしきりにいろいろなところに電話をしている。あ、ちなみに電話はこちらと同じでスマホの人が多かったな。そんなにたくさん見たわけじゃないが、普通のスマホよりちょっと大きめだったと思う。タブレットみたいなものを持ってる人もいた。話がそれたが、男は電話が終わると運転しながらちらりとこちらを見て、ごちゃごちゃと少し強めの語調で話しかけてきた。なんだか怒られてるような気分になったが、何言ってるかわからないから答えようがなかった。時間はわからなかったんだけど、
途中で眠ってしまったようで、次に起こされた時は、病院のようなところに着いていた。車から降りてその施設に入ると個室に連れて行かれ、50歳くらいの優しそうな医者らしき人から、問診のようなものを受けた。俺を連れてきた男はその部屋には入ってこなかった。何か聞かれてるのは分かっていたけど、答えられないから、わかりません、を繰り返していたと思う。すると、また紙とペンを渡されて、医者らしき人間が近くにあったコップを見せて指を指した。これは何？ってことだろうかと思い、コップ、と書いた。医者は少し難しい顔をして、さらに自分のメガネを外して指を指した。これも、メガネ、と書いてみせたが、同じ反応。その後、何度かこのやり取りをしたが、いい反応は何もなく、医者は人を呼んで何か指示を出すような素振りを見せると、俺をまた違う部屋へと連れて行った。その部屋にはベッドといくつか椅子が置いてあるだけの狭い部屋だった。ベッドは4つあって、他に患者らしき男が1人いて、こちらを見つめていた。その医者は俺をベッドで寝るように促すと部屋を出て行ったんだけど、外側から鍵をかけられたのが分かった。ずっと天井を見つめながら、俺はどうなるんだろう、とか考えてたらまた泣きそうになったけど、他に人がいるから、泣けなかった。なんで病院に連れてこられたんだろう。やっぱり、俺は頭がおかしくなったのか？正直、この時は一連の出来事があまりにも非現実的すぎて、自分が正気なのかもわからなかった。脳に障害が出て急に言葉がわからなくなってしまったとか、病気にかかったのかもしれないとか、少し真剣に考えたが、じゃあ俺が知ってる言葉や記憶は何なんだろう、と思い出すと、もう頭の中がぐちゃぐちゃで今にも叫び出しそうだった。おい？ふと、隣のベッドから声をかけられた。驚いてそっちを見ると、先ほどじっと俺を見ていた、頭に包帯を巻いたおっさんだった。歳は40前後かな。少しがたいのいいひげ面のおっさん。言葉、わかるんか？まさかの聞き慣れた言葉だった。わかります。めちゃくちゃ嬉しくて、つい大声を出してしまった。でも、それくらい嬉しかった。また泣きそうになったが、ぐっとこらえた。いつ来たん？ここに連れてこられたのは今日です。いや、こっちの世界に来たのはいつや？そう言われて、ものすごく非現実的な言葉に違和感を感じたが、なるほど、そういうことか、と無理やりにも理解せざるを得なかった。それも、今日です。来たばかりなんやな。それやったら帰れるかもしれへんな。あなたはいつ来られたんですか？もう3ヶ月近く前やな。俺はもう帰られへんと思う。そう言って、おっさんはため息を吐いていた。おっさんから聞いた話を簡単にまとめると、ここはどういう施設なのかわからない。おっさんがここに来てから2人ほど俺と同じように連れてこられた人間がいて、同じように違う世界から来たやつだった。その人たちは数日するとどこかに連れて行かれた。おっさんはもともとは奈良に住んでいた。ここの職員かはわからないが、たまに言葉の通じる医者のような人間が来る。他にもいろいろ聞いたが、重要なのはこのくらいかな。その後、結局俺はその部屋に5日ほど監禁された状態だった。トイレと風呂以外は出られなかったし、部屋の出入りには必ず職員らしき誰かがついていた。めっちゃ怖かったのは、毎日なんだかよくわからない注射をされたこと。それはおっさんもされてた。何の注射かおっさんに聞いてみたけど、わからないって言われた。注射をされたからといって、別段何も体に変わりはなかったけど、謎の薬を投与されるのはものすごく怖かった。5日ほど経った日、眠っていると部屋に人が入ってくる音で目が覚めた。見ると、俺のベッドの前に白髪の少し小さいおじいさんがいた。白衣だったので、この人も多分医者。だけど、なんとなく偉いんだろうなーって雰囲気だった。
おじいさんは無言で俺を手招きし、部屋を出て行った。俺は素直についていくと、別室に連れて行かれた。君の元いた場所はどこかな？おじいさんがそう言った。また言葉がわかる人がいたことに驚いたが、とにかく今は帰れるのかどうかがものすごく知りたかった。兵庫県の〇〇です。そうか。〇〇か。はい。帰りたいだろう？帰れるんですか？君を返してあげるよ。ただ、いくつか約束事がある。そう言っていくつか条件を言われた。カメラや携帯で何か写真やこちらの世界のものを残していないか。ここに来たことを話してもいいけれど、存在自体を認めさせてはいけない。元の世界に帰れたらここに来てしまった場所には近づくな。もし次に来てしまったらもう帰ることはできない。こんなことを言われたと思う。何でも約束します、と半泣きで誓った。すると、おじいさんはどこかへ電話をして、しばらく経つと別のスーツ姿の若い人が来た。この人も話すことができた。その人に連れられるままに俺は外に出て、黒い車に乗せられた。これで帰れる、と喜んだが、その奥で同じ部屋にいたおっさんに何も告げられなかったことを少し悔やんだ。車の中でその人に話を聞くことができた。この人はあの病院の人じゃないから詳しくはないけれど、あのおっさんは病院に連れてこられるのがかなり遅かったようで、おそらく帰れないだろう、と言っていた。その人自身も元は俺と同じで、別のところからこの世界に来たらしい。理由は聞けなかったが、帰れなくなってしまったのだという。その後今の世界に戻ってきたわけだけど、どうやって帰ってきたのか、どれだけ思い出そうとしても思い出せないんだよ。ただ、急激に車の中で眠くなったのを覚えている。気がついたらじいちゃん家の庭で寝てた。じいちゃんの四十九日の法要が確か8月6日だったと思うんだけど、俺が異世界にいた期間は6日間だったのにもかかわらず、帰ってきたのは8日の晩だった。これだけだったら、今まで書いたこと全部夢だった、って思い込むことは無理やりにでもできたんだけどね。夢なんかじゃない、って言い切れることが起きてたんだ。俺がじいちゃん家の庭で目を覚まし、ちゃんと元の世界に戻ってきたって確認するために、急いでじいちゃん家に入った。そしたら、またじいちゃん生きてた。わかりやすく書くと、じいちゃんが死んで、法要のためにじいちゃん家に来た世界、初めの世界。似ているけど風景、建物、言葉が違う世界、明らかな異世界。初めの世界とほぼ同じだけど、じいちゃんが死ななかった世界、今いる世界、ってことになるんだと思う。あれは、絶対に夢なんかじゃないし、確かにじいちゃんは死んだんだ。病院で息を引き取る瞬間も、棺桶に横たわる姿も、火葬場に入るところも見た。骨だって、この手で拾った。なのに、今現在、じいちゃんは生きてる。だから、たくさん考えたり調べたりしたんだけど、多分、この世にはいくつも分岐した世界があって、限りなく元いた世界に近いけど、少しずれた世界に俺は帰ってきたんだと思う。Thank you.